デジタルコンテンツエキスポテックビズ2020に採択された東京コンピューターサービスに来ています。伏田さん、よろしくお願いします。はい、我々はアバタージョッキーというホロレンズ2のアプリケーションを、作りました。これの目的は音楽体験の拡張ですね。ホロレンズを使って、アバターをこの空間に出して、好きなところに配置し、いろんな方向から音を聞いて、そして複数人でその空間を共有して音楽的なセッション、つまりアバターセッションを行うというアプリケーションです。はい、おお、それでは早速体験してみたいと思います。おお、伏田さん、はい、なんか目の前に3体人が立ってますが。そうですね、これがアバターですね。おお、ではこれをタップしてみたいと思います。はい、はい、お願いします。えい、お、アバターが、音楽が鳴ってる。青いアバターが出てきました。あ、吹いてる。めっちゃ、はい、めっちゃ踊ってるけど、これこれ絶対あれだ。すごい、え、楽しい。あ、指を上下させるとボイスメロディーコードなど出てきます。そうですね、どれにしよっかな。じゃあメロディー3、はい、メロディー3を置いてみます。はい、ピンクのアバターが出ましたね。メロちゃん置いちゃいました。はい、次ベース、あ、ボイスにしよっかな。あ、コードにメロディー、よし、これでいいかと。じゃあ私も中に入って踊りたいと思います。はい、一人クラブみたいになってる。楽しい。あれ、休憩してるな、君。君も一緒に踊ろう。楽しい。いらなくなった人はダブルタップで消してください。あ、ダブルタップ、はい。ダメだ、もう消しても消してもたくさんいるから、もう取り返しがつかないことになっている。密ですね、これは。じゃあ目に見えるのを止めていきますね。はい、よし、1個止めた。いっぱいいる、もうとりあえず踊るしかない。エキサイティングでした。自分の好きなリズムに合わせて一緒に踊れるっていうのはすごい楽しかったです。 ありがとうございます。その言葉が一番嬉しいですね。お、あと自分の好きなキャラクターだったり、こういろんなものに変えて作るのもできそうですね。はい、そうですね、もう今後本当に、まあシンプルに作ってるんですけども、今後いろんな展開を考えて私もやっていきたいと思ってます。はい、では見てる方に向けてメッセージをお願いします。はい、まだまだアバタージョッキーは今研究段階で試作段階です。でもこれからこれに興味を持った方と一緒に面白い体験を作っていきたいと思ってます。ぜひよろしくお願いします。伏田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。